はい、本日はですね、ノースフェイスのショートパンツとパタゴニアのショートパンツを比較していきたいなというふうに思います。で、今回比較するアイテムっていうのがですね、ノースフェイスはバーサタイルショーツっていうこちらのパンツと、パタゴニアの方はですね、バギーズショーツという、まあどちらも有名なパンツなんですけど、この両方を使って、まあどこが微妙に違うのかとかっていうところを見ていきたいなというふうに思います。でですね、まあこの2つのパンツっていうのは比較的結構似てて、パッと見はほぼ同じっていう感じになってるんですけど、まあよくよく見ていったら結構ちょっとずつ違うっていう感じになってるので、まあその違う部分を見てもらって、まあ自分にはどっちが合うかなとか、あ、ここはちょっと違うんやとか、あ、俺こっちの方がええわとかっていう、まあ参考にしてもらえればいいかなというふうに思いますので、もう早速比較していきたいなというふうに思います。まずですね、このバーサタイルショーツとバギーズショーツ、これはショーツなのでロングじゃなくて短い方になってるんですけど、まあ、これに関してもうほぼ同じところっていうのをまずパパッと上げていくんですが、まず水陸両用っていうところで、まあ、これは両方ともそうなんですが、街でも海でも川でもプールでも履けるっていう感じになってて、水陸両用となってます。で、2つ目がですね、ウエストがゴムの仕様とあとドローコードもなってるという、まあ、これも一緒で、まあ、こういう感じでノースフェイスのバーサタイルショーツもこうやって伸びますし、あとパタゴニアのバギーズショーツもこうやって伸びるっていう感じで、さらに中にこういうドローコードが入ってる。で、これは両方とも入ってるっていう感じになってるので、まあ、この辺も似てるかなと思います。で、次はですね、形とかっていうところになってくるんですけど、まあ、形がですね、ちょっとサイズ感が微妙に違うくて、このノースフェイスの方はですね、どっちかというと日本人サイズに向けられてるというか、日本のノースフェイスが作ってるアイテムなので日本人に向けたサイズ感になってるんですが、こちらのパタゴニアのバギーズショーツはですね、まあ、元々海外でアメリカで生まれたっていうところもあって、サイズ感がちょっと大きめになってるっていうことになってるので、同じようなサイズ感で履こうと思うと、こちらのノースフェイスのバーサタイルショーツは M サイズで着用する場合は、こちらのバギーズショーツは XS サイズで、まあ、ほぼ同じぐらいのサイズ感で着用できるということになってます。まあ、ちなみに僕ノースフェイスはですね、普段からよくパンツは M サイズを着用しているので、まあ、これが標準的なサイズ感になってるんですけど、まあ、それに合わせようとすると、こっちもパタゴニアのバギーズショーツは XS っていうのが同じぐらいっていう感じになってます。まあ、それでもですね、全く同じっていうわけじゃなくて、まあ、丈とかはほぼほぼ同じ感じにはなってて、まあ、後で着用動画を見てもらうんですが、少しだけノースフェイスのこっちのパンツの方がワイドめな作りになってて、まあ、こちらの方が縦長な感じになっているので、同じ丈感なんですけど、形としてはノースフェイスの方がちょっと正方形な感じで、バギーズショーツの方が縦長な長方形な感じかなというふうに思いますが、まあいかんせんサイズが同じじゃないので一概には比較できないんですが、まあ、大体目安として M やったら XS が同じぐらいっていう感じで、まあ見てもらったらいいかなというふうに思います。で、ここからですね、異なる点っていうことになっていくんですが、まず生地を見ていきたいんですが、生地が異なっててですね、こちらのノースフェイスのバーサタイルショーツっていうのはですね、ナイロンっていう生地を使われてて、まあ、ナイロンの生地を使っている割には結構シャリシャリやなっていう印象はあるんですけど、ナイロンっていう生地がものすごい強度があってなかなか破れないっていう生地になっているので、今いろんな洋服に使われている生地の中でも、まあ、一番強度があるといえばこのナイロンというぐらい言われているので、まあ、ちょっとやそっとじゃ破れないかなというふうには思います。まあ、ただですね、ナイロンの特徴として火に弱いっていうのがあるので、まあ、例えばキャンプの時に使ったりとかして火の粉が飛んだら一瞬で穴開くと思いますし、それこそタバコの火の粉とかも穴が開くと思うので、でそれ以外にもまあ摩擦とかっていうのも穴が開くと思うので、まあ、火に弱いっていうのは少し欠点があるかなと思います。で、対してですね、パタゴニアのバギーズショーツはこちらポリエステルという素材を使ってるんですが、何が違うねんっていう感じなんですが、ポリエステルも同じく人工の糸なので似てる部分はあるんですけども、ナイロンよりも少し強度は劣る。なので強度が高い方って言われたら、先ほどのノースフェイスのパンツの方が強度は高いんですが、こっちの方はですね、ポリエステルの方は染色が綺麗に入るっていう特徴と、さらにナイロンよりも火に強いので、まあ、より、まあ、キャンプとかでもまだ合わせやすいかなと思いますが、もちろん燃えるのは燃えるので火の粉とかは注意する必要があるんですが、まあ、ナイロンに比べるとまだ少し火には強いっていう感じにはなってますが、普段の耐久性を取るんなら、まあ、ノースフェイスの方が耐久性はあるという感じになってます。ただですね、まあ、このバーサタイルショーツのパンツでも言ってるんですが、こういうネイビーとかブラック系の色っていうのはですね、なぜかこの質感はですね、ホコリとかが結構目立つっていう感じになってるので、まあ、ブラックとかネイビー買い張る方に関してはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなというふうには思います。まあ、ちなみにこうやって見てみると、まあ、映ってるかちょっとわからないんですけども、ホコリが結構いっぱいついてるっていう感じになってるので、まあその辺はこのパタゴニアのバギーズショーツは全くそんなんがないので、まあホコリとか気にされる方であれば、ちょっとこっちの暗めの色っていうのは敬遠された方がいいかもしれないです。でですね、次はライナーっていうことになってるんですが、まあライナーっていうのはですね、中に入ってるこういうメッシュのことになってるんですが、まあこう見てもらった通り、パタゴニアのバギーズショーツの方にはこのライナーがあって、ノースフェイスの
バーサタイルショーツの方にはないっていうことになってます。で、まあ、このライナーがですね、まあ、要は何かっていうと、まあ、こういう感じであるんですが、このパンツを水着として使うときに中にサポーターとかを履かなくていい、インナーの水着を履かなくていいっていうことになってるので、まあ、要はフルチンでこのまま履けるっていうのがライナーになってるんですが、こっちのバーサタイルショーツの方はですね、ライナーがないので、まあ、もちろん全裸で履くことはできるんですが、全裸で履いちゃうとこの隙間からこんにちはする可能性があるので、まあ、その辺はちょっと注意かなというふうに思いますので、まあ、ライナーがあるのとないのとっていう感じのが、まあ、違うかなと思います。まあ、ただですね、ライナーってこれ結構嫌がる方も多いので、ライナーをあえて着る人とかもバギーズショーツにはいてはるので、まあ、これはちょっと好みではあると思うんですけど、一応違いとしてはライナーがあるないっていうのがあります。で、次がですね、ポケットっていうことになってるんですが、ポケットはですね、両方とも3つずつあるっていうことで、具体的にはこの前の右ポケット、そして前の左ポケット、そして後ろのポケットっていうことになってるんですが、この後ろのポケットが両方ともちょっと微妙に違うくて、こちらのノースフェイスの方はですね、ジップで止めれるような後ろポケットになってるんですが、パタゴニアのバギーズショーツは、まあ、パタゴニアのポケットの方はですね、この後ろポケットがボタンタイプ、ジップではなくてボタンタイプになってるっていうところが、まあ、違いっていうことになってて、もう一つあるんですが、それがパタゴニアの右ポケットの方にはですね、こういうゴムがついてて、要は何かっていうと、例えばサーフィンとかしてる時とか海水浴してる時とかに、まあ、ここに車の鍵とかをつけれるっていうことになってて、僕も実際サーフィンしてる時に、まあ、ここに車の鍵つけたりとかしてポケットに入れたりしてて、そしたら落とすことがないので、まあ、こういうコードもついてるっていう感じにはなってます。まあ、ただ使わない人からしたら全く使わないと思うんですけど、まあ、これが違いかなと思います。で、そして次がですね、気になる値段ということなんですが、まあ、値段がですね、まずこちらのノースフェイスのバーサタイルショーツの方から値段を言っていくんですが、まあ、現在の 10% の消費税を足した状態で税込みで6050円という値段になってます。で、対してパタゴニアのバギーズショーツの方はですね、こちらも 10% の税込みで7150円ということになっているので、だいたい1100円ぐらい値段の差があって、パタゴニアのバギーズショーツの方が少し高いという感じになっているんですが、まあ、機能的に見るとライナーがついていることとポケットの中にこのコードがあるっていうことぐらいで、まあ、あとはちょっとまあそんなに違いはないかなとは思うんですが、一応1000円ぐらい高いっていう感じになってます。次は重さを見ていきたいんですが、重さっていうのがですね、まあ、両方とも水着なんで軽いやろっていう感じはあるんですが、実は測ってみたら微妙に重さが違くてですね、まあ、その測ってる様子を見てもらいたいなと思います。はい、それでは測っていきたいなと思います。こちらがノースウェスのバーサタイルショーツ、こっちがパタゴニアのバギーズショーツで、今回はこの袋に入れて測っていきたいなと思いますので、先にあらかじめこちらの袋の重さを引いておきます。はい、では 6g 分をもうマイナス0表記にしておいて、マイナスからスタートします。ではこちら入れていきます。はい、それでは置きます。マイナス6から、はい、136g、バーサタイルショーツの方は 136g ですね。次にまたマイナス6の状態からバギーズショーツを測っていきます。同様に袋に入れていきます。はい、それでは置きます。はい、181g。はい、ということになってますので、こちらのノースフェイスのバーサタイルショーツの方が、まあ、軽量に作られてて、パタゴニアのこのバーギーズショーツと比較するとだいたい3分の2ぐらいの軽さで作られてるっていうことになってるので、まあ、かなり軽量かなというふうに思いますが、まあ、60g ぐらいの差なんで、まあ、そんな履いてて分かるほどではないんですが、まあ、より軽量に作られてるという感じになってます。はい、ということで、次は着用動画を見てもらいたいなと思うんですが、その着用動画が終わってから、まあ、こういう人はこっちの方がいいと思いますよとか、まあ、こういう人はこっちの方がいいと思いますよとかっていうのを、まあ、最後総括していきたいなと思いますので、着用動画をどうぞ。はい、という感じになっているので、まあ、パッと見た感じってそんなに大きくサイズの違いっていうのはないと思うので、まあまあ同じように着るんであれば、
こっちが XS やったら M サイズっていう感じになってるかなと思います。はい、ということで最後総括していくんですが、どういう方がノースフェイスのパンツが向いてて、どういう方がパタゴニアのバギーショーツの方向いてるかっていうところなんですが、まあ、こだわりが特になかったり気軽に履きたいっていうショーツを求めてはる方は、まあ、ノースフェイスのバーサタイルショーツの方がもちろん軽量に作られてるし、値段も1100円安いので、まあ、気軽に履けるっていう感じはあるかなというふうには思うんですが、逆にこだわりのあるタイプの方でちょっとほこりつくん嫌やなとかライナーがないと困るわとかっていう、そういうこだわりを持ってはる方とかやったら、このバギーズショーツの方が、まあ、1100円だけちょっと上乗せするだけでそういう機能がついてくるので、まあ、こだわってショーツを選びたい方はこっちの方がいいかなというふうには思います。はい、ということで、まあ、ちなみに僕はですね、まあ、そんなに僕もどっちでもいいかなっていう感じなんですけど、まあ、唯一ここがいいなっていうのはですね、パタゴニアのバギーズショーツに関しては色味が結構綺麗に入るっていうことで、まあ、多分これはポリエステルとナイロンの違いやと思うんですけど、ちょっとこっちのナイロンの方のバーサタイルショーツって毎年明るめの色出るんですけど、結構はっきりしすぎてて僕ちょっと履きこなされへんなと思って、で今回まあネイビーを買ってるんですが、パタゴニアのバギーショーツはですね、結構派手な色とかでも合わせやすい色味っていう感じになってて、まあ、微妙に色味が違うだけでも結構ファッションってまあ見え方変わったりすると思うので、そういうところでは明るめの色を購入するんやったら僕はパタゴニアの方を選ぶやろうなというふうに思うんですが、暗い色やったら別にどっちでもいいかなっていう感じでは思います。はい、ということでですね、まあ、本日はですね、ノースフェイスのショーツとパタゴニアのショーツを比較してみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。